端子はもらいました。あなたさっき走ってましたよね。私走ったんですよ、さっき。そうなんですよ、あそこでもう指導のあのちゃんとした精密機器、もうタイムを測るしっかりしたスタップウォッチじゃなくて、はい、あるんで、もう正確なタイムが測れるそうなので、多分みんなあのここのいる方たち顔を見る限り 50m 走にすごい興味がある方たちばっかりなんで、全員走りそうですね。ぜひちょっとあの 50m 走の方行っていただいてね、ちょっと一回参加いただければと思いますんで。スプリンターな顔してますからね。みんなスプリンターな顔してますから、はい、よろしくお願いします。私7秒79でしたね、はい、早いっすか。いやこれね、遅いって言われて後ろから見たらスキップしてる、スキップしてるみたいでした。やめろよ。すごいで、おじさんになって遅くなったのかなと見せかけといて、実はあの中学からの同級生なんですけど、中学時代からあの速さですから。あの速さです。ずっと変わんないです、おじさんになってもスピードが。早くももうパンパンでした私ね。くそ足遅いですからね。やめてください。全力50、時間は、11時から13時、だから今まさにですね、今12時ですから、はい、11時から13時、そして15時から17時の2回となっておりますので、はいはい、お子様から大人まで幅広くご参加できますので、ふるってご参加くださいということでございます。はい、全部読めました。いやいや下手くそ。ありがとうございます。読んだとか言っちゃダメな。この時間にしっかり拍手いただいてすみません。今日何時ぐらいから来てるんですか皆さん。そうなのよ。なんか聞いた話によると、はい、まあここ夜、うん、夜通しで場所取りは禁止ってなって、禁止ってなって、一回何名様か返されたっていう噂を聞いたんですけど、うん、これ最初待てるのが5時なんですよ。あ、そうなの。そう、それ決まりなの。はい、はい、公園の多分決まりがあって、うん、5時から今日来てるよとかどれぐらいいます。あ、意外に少な。あ、います。そうでしょうね。 6時からだよって方。うわ、結構あれだな。 6時からいるのに結構後ろの人いるんですね。何してたんですか6時から。いや確かにね、どんだけ気抜いてたんですか、こんなに抜かされて。ちょっと本当にピーカンになっちゃったんで、朝 ね土砂降りだったでしょ。もう、あの雨経験したよってことどれぐらいですか。うわ、すげえ。すげえ土砂降りだったじゃないですか。だってもうでも服乾いたぐらいですかね。あ、よかったよかった。そうだからふやけた後干からびるっていうね、一日で大変ですよ皆さん。貴重な経験ですからね、肌のケアね。肌のケアもそうですけど、あともうこれね、熱中症になりますから。いやマジで気をつけてください。はい、倒れたりとかしたらシャレにならないんで、水分補給ですね。そうちょっとあのこの場所ちょっと取っててって言って、はい、でその間ちょっと水分ちょっと買いに行ったりとかしてですね、はい、うまいことちょっと熱中症とか、もう物干し竿みたいになってるもんね前にね。そうですね、全部乾かして傘立てみたいになってる。本当だ、本当すいません皆さん、それ物干し竿じゃないんでね、それ洗濯物干してるみたいになってますけど、一番最初ですね。さあというわけで、はい、とりあえずまずはですね、本番前のですねちょっと告知といいますか、初注意になりますので、はい、皆さんそれをね守って、はい、無料イベントを楽しんでくださいということです、ね、というわけで一回私たち下がりましてですね、12時から、はい、こちらカワイパークスタートとなりますので、しばしお待ちくださいませ。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。